はい、みんちゃゲームイズなんなんです。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで、はい、チャチャがね、やっと重心化しましたので、早速ちょっと使っていこうかなと思います。やばそうだこれ。いや、これ光だもんないやそうだよね。いい当たり方、うん、貫通砲撃アジント、 WT がマイスイーパー M とアンチアープで、ゲージショットでアンチブロックと SS 短縮ついております。で SS が弱点露出ですね、16ターンの24ターン、うん、優勝コンボが中距離拡散弾9と反射衝撃波12になっておりますと、うん、だから今回ちょっと一応最初はまあ反射撃はちょっとメインで見せたいので、うん、闇のねクエストにこれ来ているんですけれども、いや、やべえな、やっぱいやダメージがおかしいっすね、強いね、うん、溶かすにしろこれ普通に100万超え出てるんで、結構幅広くで、攻撃型初だもんね、これ12ですね、はい、ですね、12は初です。おかしいないや、ダメだろこれ。いや、やっぱ違うね、攻撃になると違うね、こんだけ出ると、うん、一発が出ればいいかな。今回は有利属性使ってますからね、うん、敵闇ですからね、チャチャも闇だけど、やべ、いや、えぐいな、えぐいと思う、これはえぐいこれなんか確かに闇の方に連れていく方が多くなる可能性は、うん、これさ、もう最近の流れでさ、そうなんですけど、こことか絶対やばい。ああ、まあ狭すぎるか逆に。ちょっといかなかったか。これなんで最近さ、共有場にユークリつけんの？いや、でもユークリの流れは本当わからん。もうそこもいいやみたいになっちゃってんのかな、うん。たまにだから一生みたいになってんのかな。うん、ダメだよ、やばいだろうなダメだよ、いや、チタン系、いや、強い強い強い、いや、こんだけ飛んでるとやっぱ当たるね、当たる。6だとやっぱスカリがたまに目立ってたけど、うん、出てるやついる。12だと絶対当たるね、どっかしらはダメージやべえな。純粋に当たるか、もう倒すっしょ。おお、まあやっぱ跳ね返り方によってはこうなることも多々あるかな、うん、いや、にしても十分だけど十分、にしても十分強いな、これ。キョッ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 、まあ、そうか、チャチャは神化がまあ貿易で完全にほぼまあ神化の、うん、神化っすね、受け継いだって感じになって、うん、進化の方はまあ正直そんな目立ってるキャラではなかったから、ね、うん、ってことね、捨てがなんか高いイメージはあったけど、ね、うん、あ、そこでもないのか、届くか、さすがに無理か、それは次気持ちよさそうだな、それ、ね、次の一匹これちょっと出ちゃおう、もういいや、この普通にこう見て当たろう。ああ、おかしいっすね、これ。おかしい、おかしい、なんかバラッバラって、うん、今の削りはおかしいよ、バラッバラバラッバラだって、これやべえな、これまじ友情に関しては本当にやばいな、うん、割と1体でも十分くらい出してるな、十分、うん、で近く普通に重距離拡散弾強いし、いや届かない、2体から、こいつマジ優勝キャラだな、ほんと、いや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 、やばいやばいやばい、これよね、今なんかこれよね、状況リワインドみたいな削り方だったら、マジにあかんねえ、2体目で反射しまくったのか今これ縦やばそう、ほんとね、うわー、あ、そっちか、かわいそう、やばいっしょこれ、でもかわいそうなくらい反射しそう、いや、こいつえこいつえこれ最高峰だな、反射衝撃が、これが何がやばいって、このランダム性ある友情でこんだけ出してるのがやばいっすよね、いや、そう、ほんとそれ、いや、ほんとにやばいよ、ほんとそれ、これ久々にマジで強えよてか、これ反射衝撃は12、いやメイン、サブ、どっちも反射衝撃は12か来ねえかな、やばそう、これちょっと割と最高峰の友情と言っていいな、もう、今、いやこれなんかですよね、当時の3号以上だな、うん、まあ、重心化前のね、あの神化の3号が出た時に結構衝撃化って結構ね、うん、言われてた時、あとオペロンか、うん、が出た時とかすごい言われてたけど、その時並みの衝撃、もしくはそれ以上の衝撃があるね、うん、これにはなんかグネの時の衝撃ある、うん、これは強いわ、強い強い強い、ちょっと弱点ロスこれ戦えんのマジ、あ、これあれだ、
絶対こういう風に使ってるとね、中距離毒拡散をね、存在を忘れてね、あ、違う、中距離拡散弾のね、存在を忘れてね、後々よく見てみたら中距離拡散めちゃくちゃ強いってパターンだ、これ。うん、いや、それなんか、確かに、こういう使い方なのが面白い、チャチャは。これはちょっとね、受けるとこ増えてる、ものすごいね、増えてますけど。うん、いや、よくこの友情と SS を持ったまま、このあれだな、アビリティセット3個もらったな。それマジでこれ汎用性高くて、この友情でこれだから、で貫通でしょ。うん、めっちゃ使うかもしれんな、うん、いや、なんかトゥーフォーとか、あと、うん、こう最近言うとアミタだったりとか、うん、衝撃波系だったりレーザー系の、うん、あの友情コンボってめちゃくちゃやっぱ強い、最高峰のものが今回ね、うん、どんどん出てきてるわけなんですけど、うん、そこの火星を外さなかった理由って反射タイプであることなんですよね。うん、うん、で群れてちょっと拾いづらいとかあったりするんだけど、ちょっと当たりづらいよって、こうやって貫通なんだよな、わちゃわちゃできるからね、自分でね、うん、じゃあもう一個いっちゃいますかね、はい、これ、はい、あ、でもこれ次上か、あ、上か、戻ってくればこれやるんじゃない。おお、刺さってる。見た、オッケーオッケーオッケー。まあ、どんどん出るね、本当に強い重心。どんどん出る。うん、うん。いや、削り方よ。これはちょっと中距離が火吹きそうな。うん、あ、おお。いや、もうバカですねこいつ。これはでしょ。これは自分の苦しみでも。こいつだけ与えたい。ああ、まあ、そうなるでしょうね。そうなるでしょうね。はいはい。中距離もやっぱ砲撃だと捨てがたいな、まだ、うん。まだいけるな。普通に強い。うん。砲撃じゃちょっとなんかいまいちな感じ先出てきた。そうね。まあそれもそれでおかしいんだけどね。これがいまいち。そうなんだよ。どんな時代だよ。これそう。中距離はこれ一番最上位なんだよ。いや、でもこれまだ強くなるって考えたらマジでやべえな、レベル解放で。確かにこれ120にして、さらに今回遊撃も一旦落ちてないから、うん、まだ上があるって考えると 25% バカにできないですからね。バカにできない、これは本当に上がる。5万って余裕で超えるもんな、うん、これ出た、自分に遊撃、いや、遊撃って書いて楽になったね本当それこの二人組もこいつがもう弱点出す要因だったら、うん、はい、行くっしょ。ああ、強すぎ。優勝が入るクエストだったらこれあれですよね、闇に連れていくって選択権もあるのがこいつの強みっすよね。そう、うん、そうなんだよ、本当に最近器用貧乏ちゃんと抜け出していくんだよな。弱点っていう弱点を見つけるのが難しいんですよね。トリプルアビ持ったらちょっと一世代前だったらどっかがへこんで雑魚だったんだけど、うん、結構もう最近強いんですよね、普通にトリプル持っても全部もらってんだよな、うん、全部強いから下げるとこないんですよね、うん、いや、ブロッカー狙っ強っ強っ削り方どうした今本当におかしいだろ。ここ優勝じゃなかったけどな、モッドは。モッドはマジで友情じゃなかったんだもんな。さあ、ちょっと2段階弱点とし、うわぁ、飛び方やば、飛び方やば、これ普通に殴ろう。やべぇ、最近もこの3つ出てても効果アップしないのに違和感か。いや、めっちゃわかる。3つ出てても効果アップしてるってわかる。そうそうそう、めっちゃわかる。そこもやべぇな、今まさに思ったそれ。普通があれ、なんか弱点が輝き少なくないそう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 、それ今死ぬほどわかったな。そこもやべぇな、まず。まあさ、直径で言うとちょっとね、限度出たからね。そう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 、あれのせいもあると思う。どうしても、うん、いや、普通こうだから、うん、普通これなんですよ、そう、普通これだから。この後にそう自力でゴーアップしてるから、また違う SS 書いてもこれで効果アップする。なんで2人2つやってるんだよ、最近のやつは。確かにさすがにそれまではチャチャがもらったのをぶっ壊れて、いやいや、絶対やっちゃダメですね、うん、マジで本番にしますね
俺のドン確かにね、ここで確かにゴッホチャチャ、ゴッホいらんね、うん、ゴッホチャチャするまでもないっすね、うん、チャ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 っすね。まあでもチャチャゴッホしたら今やばいっすよね、両方人生出してるから。逆にあまあさすがに投げるなやつが十分だけどね、当てだったら、まあ、うん、250万十分だけど、おかしいおかしい、周りの処理能力がやばいっすね、押すだけじゃなくて、もうなくなって、いつの間にか本当になくなってる、あいつチチチチ出してくるの次、でもやっと地合いまかれてる、一応もうちょっと地合いはね、いろいろクエストで、まあ、さっきプドンとか言ってたけど、うん、殴りみたいなの見てなかったから、あ、やべ入っちゃった、まだあ、ギリ大丈夫だこれ、そんなそうギリ、なんか弱点がすげえなんか浮いてるんだけど、まとめよ。うん。まあアタッカー不在といえど、友情とこの SS だけで十分持ってきてますね。持ってきて持ってきて、おかしい。削りやべえな、やっぱ。やべえな。こいつ、攻撃型って。ダメよ。あちゃっちゃ文句ないかな。どうかしてるわ、こいつ。文句ないなぁ、これ文句ないなぁ、うん、最近の中心化でもだいぶ強い方だと思う、超いい中心化だと思う、おかしいね、これはだいぶ、ちょっとじゃあ捨てを振り返っていきましょうかね、うん、まあ、マイスイアンチワップロックは全部になるとやっぱね、いないんで、それぞれやっぱり2つずつで組み合わせてね、うん、他のやつとか使っていくっていうことにチャチャはなっていくとは思いますけども、ね、ああまあでもこれ今3万ぐらい攻撃力あったのか今の、あ、でも十分だな、十分っす、めっちゃ十分っす、攻撃型とはもうずっと健在っすね、こいつにも、うん、うん、これでとワープブロックで見てもうんいいっすね、で、うん、ワープマインで見てももうやれること多そうですね、うん、枚数ブロックで見ても、うん、まあ、トゥーフォーがいるとはいえレーザーとかでね、かぶんないから、うん、いや、なんもかぶんないと思う、うん、むしろ相性いいし、うん、トップクラスいってんのこれマジで、何もやるかわりマジで見て組み合わせで見ると文句ないしね、マジで、いや、ほんとこれ貫通の偉すぎるね、マジで、見れば見るほど、うん、まあでも現状ほとんどの高難易度光コリいけるから、もうそれだけでも十分かもしれないですね、うん、今後もなんか接待とか無理にもらわんでも、うん、うん、文句ない、そうだね、しかも文句ない、そうだね、あとこれ、うん、超攻撃になるんだもんな、だってなりますね、そうだよね、はい、というわけで今回ちょっとね、はい、チャチャを使ってまいりましたけれども、まあもうカタログができた時点での評価とそんなに変わらない、むしろ上がるぐらいの強さをもう兼ね備えているのかなというところで、まあそれも強かったらね、ここでも十分使いましたとかいろいろコメント欄あると思いますので、ね、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、いやでも本当イラストはマジでチャチャ感かなり増しまして、うん、増した、毒持ってるんじゃないかって勘違いしましたわっていう人は持ってる、チャチャ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、で今回もイラン以上ジャカお送りしました、ナナでした、シロでした、ご視聴ですありがとうございました、チャンネル登録わかりますわかります、その君もなくなっちゃったから、わかるよ、チャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、知りだけはね。